上原六四郎上原六四郎大正2年4月1日は、日本の音響学者、美術工芸教育者、岩月藩士として、江戸に生まれる。1869年、海正学校に入ってフランス語を学び、翌年大学聖徳行政となる。文部省昭介教となり、陸軍士官学校に出資、軽気球政作御用取り扱いを命じられた。 1882年より、文部省専門学務局音楽、取調べ係勤務、東京職工学校勤務、東京商業学校教諭などを歴任した。1889年、東京美術学校数学講師となり、翌年に東京工業学校教諭、東京美術学校教諭となった。1890年に東京工業学校教授、東京美術学校教授となり、 翌年に東京工業学校附属職工徒定学校主事となった。1891年、東京音楽学校教授、東京美術学校教授に転じた。1893年、東京音楽学校が高等師範学校附属音楽学校に改編されると、その主事に任命された。また1898年には、 東京美術学校で応用科学の授業を担当した。1899年、東京音楽学校が再び独立すると、高等師範学校教授と東京音楽学校教授を兼ね、高等師範学校では、主考専修科主任教授となった。1902年に退官するが、引き続き、東京音楽学校では、音楽師・音響学の講師を、 東京高等師範学校では、趣向科の講師を務めた、ありがとうございます。